今日は好みと姉好みで選んだアイテムを使ってファッションコーディネートをしてみたいと思います。はい、というわけで1着目がこんな感じになりました。お店に入って一番初めに見たショートパンツが気になったんで、それと合わせて上もセットアップのジャケットを着てみました。こんな感じです。でネクタイとこのショートパンツとジャケットのこの襟の部分とかですかね、このネクタイの柄を全部合わせて、全体的に青とネイビーとブラックでちょっと大人っぽく締めてみました。はい、次はこんな感じになりました。ちょっと春っぽいっていうか女の子っぽいっていうか、そんな感じです。で、なんか着た心地が柔らかくて、思ったよりすごいリラックスして着れる感じなんですね。でローファーとかもちょっとヒールがあるんですけど、全然痛くないし疲れないし、でも可愛いっていうのがすごいおすすめポイントです。でスカーフの方はさっきはネクタイで締めてみたんですけど、今回はお姉さんのおすすめでリボンで締めてみました。今回はお嬢様系女子高生でまとめてみました。ちょっと茶色いブレザーを着るのが初めてだったんで緊張してます。全体的にスカートも赤でネクタイも赤で、ちょっと優しい感じにまとめてもらいました。お店の人から教えてもらったスタイリングはフェミニン系だそうです。スカートとかの折り目とか、あと素材とかも本当にしっかりしてるんですよ。さっきネクタイだったんですけど、リボンの方はカチッて留めるだけですごい楽ちんなんですね。ちょっと可愛い感じになってます。こんな制服私の時代にあったらよかったのになっていうものとか、あと姉好みの方のお洋服は普段私が着ているお洋服ともちょっと近い感覚で、今でも楽しめるファッションなんじゃないかなってすごい思いました。皆さんもよかったらチャレンジしてみてください。